おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も幻想乙女のおかしな隠れ家続きやっていきましょう。怖っ前回から引き続き撮ってるんですけど、いやー、なんかもうめちゃめちゃ怖い。シンシアちゃんもいなくなっちゃったし、 BGM もいなくなっちゃったし、ニワトリも腹いせだと思って殺しちゃったし、ベル君はなんか取り乱してるし、だからあっちの部屋に行くのが怖いんですよね。でも行くしかないんだけどね。よし、じゃあやっていきましょう。もう左下見えない、 見えないじゃない、本当にもう左下が見れないんですよ。左下見るとさ、遠目から見ても近くで見ても絶対どう頑張って見ても目が合うんですよ。いや、本当に怖い。あ、もう見れない見れない。よし、行きましょう。あ、シンシアちゃんいた、いたけど、え、そこにいたのね、私のアンジェ。シンシア、アンジェ様、おはようございます。今日も素敵な朝だよねえ、本当にね、今日もいい日になりますように。待って、今ここにいる生きてる妖精たちの顔もなんか怖く見えるね。怖い、ちょっと、うわ、やられる前に、やられる前にやらないとびっくりした、びっくりした。じゃあこっちも吸血鬼がやってきた、僕らを殺しにやってきたちょっと涙出てきた、怖くて。待って、どうしたらいいの。シンシアちゃんも真っ赤っかだし、もう、あとどうしたら、なんかいる、なんかいる、なんかいる、何これ。男の人形が椅子に座っている。え、これ D じゃない、これ D でしょ。はどうしたらいいの。あとは全部調べればいい。怖い怖い。あれ、こんな感じだったかしら。いや、そんなこと全然ない。う泣いてる。私たちの子供がまだ泣いてんの。え、チョコレートの棚がある、チョコレートの棚がある。はい。いつも通りのフェアリーズがいるね。てか、これあれじゃね、サニーじゃない。いや、怖い怖い。で、あとは、どっか調べられそうなところは他には。ここはまだ開かない、開かないね。カレンダーは、金曜日まで出たね。土曜日がまだ。落書きがしてある、時計はまだ、あれ、でも時計のなんか下にな、ん、時計がある。うわ、ここがもう唯一の癒しの空間だわ。ちょっとここだとシンシアちゃんもまだ綺麗に見えるもんね。うわー、ほんとに、あー戻りたくねーちょっとここでセーブしとこうかな。いや、どうしろっていうの。あと、え、この床はだってあと何もできないし、え、どうしたらいいんだろう。ベル君、あ、ベル、何かあったの。何が。さっきからなんだか様子がおかしい気がするんだけど。はあ、怖い、どうしたのベル君誰の様子がおかしいだって。えっと別にどこもおかしくないよ。変なのはアンジェの方だろ。そう、どっちが変なの。どっちも変だよ。
ベル、その、ずいぶん疲れているように見えるから。ねえ、ベル、私に何かできること、ない？音楽。え？僕、音楽が聴きたいな。音楽、音楽ね。わかったわ。なるほど。音楽をじゃあ探せばいいんだね。相変わらず出れないもんね。はあ、あー怖い。音楽探しに行こうじゃあ。はい。怖いな。どっか音楽、音楽に関係しそうな場所？探索します。やめて、もう。何かフラグが立つかなと思って妖精たちに話しかけたら、そういえばあれ出てくるのか。怖い。カラス君なんか知らないかい？ああ、知らないか。てかコインはどうやって手に入れればいいんだ？汚れたベッドも置いてある。音楽？あ、出た。なんだ？クローゼットが置いてあるで、開けてみる、調べてみる、やめる。ちょっと開けてみよう。あれ、立て付けが悪いのかしら。じゃあ調べてみよう。はい。あれ、南京錠がかかってるわ。おお。え、なんか、じゃあどうしようかしら。何かありそうな気がするんだけどな。探せばいいのね、これが。これがっていうか、これの、あの、南京錠の番号を。え、探そう。あ、光ってるね、これ。光ってる？あ、光ってないか。あれ？よく見るとメモが置いてある。よかった。は？なんじゃこれ。彼の、物の年齢を、ここに記す。あ、214だ。なるほど。何かしらこれ、意味があるのかしら。214歳？え、誰が？この D、 この D が214歳。とりあえずじゃあちょっと待って、セーブしよう。怖いからセーブして、あ、間違った。動揺してる。なんだっけ、214。開いたわ。なんかある？古びたオルゴールを手に入れた。これ懐かしいわ。昔ベルと私でよく聞いたオルゴールね。早速持っていきましょう。よし、喜んでもらえるかな。ちょっとベル君も怖いから、唯一の癒しのベル君がね、こんな怖い顔されると、ちょっともう私もちょっと精神が持たないんですよ。よし、はい。ベル、見てこれ、オルゴールよ。ほんとだ。これ、昔よく聞いてたやつだよね。あ、ちょっと機嫌が良くなった。お、う、ちょっと耳が、耳が痛いわ。ベル、変なの聞かせてごめんね。うん、嬉しいよ。アンジェ、ありがとう。これお礼だよ。タルトを手に入れた。やった。それならよかったわ。でもこれどうにかならないかしら。僕に任せて。お、直してくれるの？お、あ、あー、よーし。これでちょっと安心の BGM、 安心と安定の BGM。 うん、治ったかな。まあ、ほんとだわ。よかった、ありがとう。懐かしいな。これ、僕の母さんが持ってたものなんだ。そうだったの。ベルのお母さん、あんまりよく覚えてないけど、優しい人だった気がするわ。僕もあんまり覚えてないよ。でも、そうだね。ねえ、アンジェ。母さんは、どうして僕の家に嫁いだんだろう。あんな、めんどくさい家に。きっと病気になったのだって、そのせいだよ。理由？そんなのもちろん、ベルのお父さんのことが好きだったからよ。たとえ家がめんどくさくたって関係ないって思ったのよ。そうなのかな。そうか、めんどくさい家系なんだね、ベル君のところは。でも僕は父さんが嫌いだ。父さんだけじゃなくて。ベル？うん？ベル、覚えてる？昔。ねえ、アンジェちゃん、強くなるためにはどうしたらいいのかな。そうね。こんな言葉を聞いたことがあるわ。
本当に強い人っていうのは、自分の進むべき道を自分で見つけることができる人のことなんだって。そうして自分と自分の選んだ道を最後まで信じることができる人のことなんだって。だからベル、強くなりたいならどうすればいいか私に聞いてちゃダメ。ちゃんと自分で考えなさい。うん、アンジェちゃん、分かったよ。素直でよろしい。まあベルが大人になるなんてまだまだ無理ね。あと20年は待たなきゃ。そんなことないよ。僕だってあと5年もすれば大きくなるんだから。アンジェちゃんのことだって抜かせるんだからね。あら、そうかしらね。せいぜい頑張りなさいよ。よしよし。今撫でられても嬉しくないよ。あの時言った言葉を教えてくれたのはね、ベルのお母さんなのよ。その時に言ってたの。ベルのお父さんはとっても強い人だって。だからベルのお母さんはベルのお父さんが大好きなんだって。強い人か。きっとね、ベルのお父さんが厳しく見えるのは、お父さんなりにベルが進むべき道を見つけさせようとしてくれてるからなのよ。皮肉だな。アンジェにそんなこと言われなきゃならないなんて。何よ。人がせっかく慰めてあげようと思ったのに。もういいわよ。音楽が聴きたいなをクリアした。どうしてそんななんかギスギスした感じになるのよ、ベル君。拗ねないでよ。アンジェ。違う。あれは、じゃあ。どうした？アンジェはどうした？何今の？怖いよ。は？もう一回。あ、同じか。怖い。待て。アンジェだらけになったね、画面いっぱいが。とりあえず一回セーブをして、もうなんか、今回っていうか前回から今回にかけてめちゃめちゃ私セーブしてる気がする。じゃあ、あっちの部屋行ってみるかい？あ！なんだ？何これ？兵隊？小さな兵隊が並んでいる。ちょっとそっとしておこう。は？その前にみんなにちょっと話しかけてから話しかけてみる？ああ、もうやだ。本当にいちいちびっくりするって。ちょっとオリビアちゃんも、はい、同じね。同じか。そっか。兵隊に話しかけるしかないかな。他はだってないもんね。タルト、そうだ、タルト手に入れたんだった。ちょっと交換して、まずちょっと、前通り！交換しない！交換しないよ！よし。ちょっと落ち着きの空間に行きたい。はい。パンくずは、埋まったね。パンくずは10個になった。いやー、ここ埋まってきた。ちょっと、かわいいな、この絵。いや、早く完成させて。よし、行こうか。兵隊にじゃあ話しかけようか。話しかけるっていうか、触ってみればいいのか。触ってみる。はい。ふー。どうしたんですか？何？追いかけてくる。何？どうしたらいいの？どうしたらいいの？ちょっと待って。待って、あれ？小さな兵隊さんが10人、ご飯を食べに行ったら、一人が喉を詰まらせて、残りは9人。ちょっと待って、真っ暗になっちゃった。あっちのドア、あっち、ドア開く？ドア。おい、開いた。これで入ってこられないはず。どうした？
どうした？逃げられると思うなよ。待って、ベル君、助けて助けて。え？小さな兵隊さんが9人夜更かししたら1人が寝坊して残りは8人。あ、あ、待って、あ、ちょっと待って、あ、兵隊、小さな兵隊さんが8人デボンを旅したら、あ、1人がそこに住むって言って残りは7人。ちょっと待って、え、これさ、ここに、あ、いける？あ、あ、もうこれ逃げられないんだ。絶対こう、噛まれるんだ。小さな兵隊さんが7人、巻き割りしたら、は、1人が自分を真っ二つに割って、残りは6人。は、ちょっともう、もういいよ。かじって、かじって、早く。小さな兵隊さんが6人、蜂の巣をいたずらしたら、は、一人が蜂に刺されて、残りは5人。ちょっと、ベル君、ベル君？ベル君？ベル君？こういう時も助けてくれないの？ちょっと。あ、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 やばい。小さな兵隊さんが5人、法律を志したら、一人が、大砲カンフになって、残りは4人。大砲カンフでいいのかな？ちょっとこれ逃げる意味ないよね、多分ね。小さな兵隊さんが4人海に出かけたら、ふ、1人が燻製のニシンに飲まれて残りは3人。これ全然かん、あ、噛んだよ。小さな兵隊さんが3人動物園を歩いたら、1人が大きなクマに抱きしめられて残りは2人。動かないと噛まれないんだよな。よし。小さな兵隊さんが2人日向に座ったら、1人が焼き焦げ、焼き焦げ、1人が焼き焦げになって残りは1人。君だ、最後は君だよ。ほら、小さな兵隊さんが1人後に残されたら、自分で首をくくって、そして誰もいなくなった。いなくなったのかしら。でも何かしら、この光景なんだか覚えがあるような。逃げて、逃げてる。いつの間にかミルクレープの箱を持っていた。あら、これはさっきの兵隊さんたちが落としたのかしら。ミルクレープを手に入れた。はあ、怖かった。兵隊はもういないけどなんですのん。はあ、お腹すいたな。あ、ベル君。アンジェ、食べ物を持ってきたよ。なんでそんなボロボロなの、顔。どうした？ベル、一体どうしたの？別に、何でもないよ。アンジェは何も心配しなくていいんだ。でも。だから平気だって言ってるだろ。いいから放っとけよ。ごめんなさい。あ、いや、こっちこそ。ごめん。さあ、食事の時間だね。楽しいパーティーの始まりです。今日も始まっちゃうのか。フワイデイ。あ、喋んなくなっちゃった。あ、ベル、美味しいわね、これ。ああ、外か。パーティー終わればいつもの時間。そろそろ別バタ、え、ああ、恐ろしい、恐ろしい。また恐ろしい狼が僕たちを食べに来る。美味しいお菓子に変わるのは、美味しくご馳走されるのは。
いや、許してください。食べ…いえ…いや…オリビアちゃん…一番好きだったよ。病気がどんどん悪くなる金曜日、世界すべてがおかしくなった。いいえ、おかしかったのは最初から。アンジェ、本当は分かってな、おかしなことに。もう寝ようかしら。ああ、オリビアちゃんいなくなった。ノアちゃんだけが取り残されたが、なんて言う？はい。ああ、恐ろしい、恐ろしい。楽しい楽しいパーティーが、恐ろしい恐ろしいパーティーになってたもんね。ベル君、アンジェ、ああ、やっぱ壊れとるよ。ベル君も壊れてるよ。もう、まともな人間が誰一人としていないよ。あ、なんかいる。こんにちは。スカーバラの市へ行くのかい？パセリ、セージ、ローズマリーにタイム。そこに住むある人によろしく言ってくれ。彼女はかつての恋人だったから。あなた、さっきからどうして歌ってるの？これはスカボローフェアという曲じゃ。ええ、それは知ってるわ。そうじゃ、お主らに頼みがあるのじゃが。お菓子をくれるのなら頼みを聞いてあげてもいいわよ。その程度でいいのならよかろう。それで頼みって何かしら。シンシアちゃんも貧血どころの騒ぎじゃないって。それ、恋人を探し出してほしいのじゃ。そしてよろしくと伝えておくれ。名前はアリスとしようか。少しお茶目でプリティーなのじゃ。おまけに目がキュルルンってしておって頬も真っ赤で。あ、ちょっとストップ、もういいわよ。ケンブリックのシャツを、ケンプリックか、俺違う、ケンブリックか。ケンブリックのシャツを彼女に作ってもらってください。パセリ、セージ、ローズマリーにタイム。縫い目を残さず、針も使わずに。そうしたら彼女は私の恋人。シャツを持ってきてほしいのじゃ、必要なのじゃ。はいはい、恋人からシャツを持ってきてもらえばいいのね。いやもう怖すぎて、もう鼻水で、あれ、いる、鼻水出てきたよって言おうとしたら、このクッキーさんがあのじいさんの恋人かしら。あら、なに人間の子。アリスさんで合ってる？私こそがナンバーワン美女のアリスよ。何の用かしら、人間の子。あなたによろしくって伝えてくれと言われたの。あの変態のことかしら。うわぁ。うわぁって。あなたの恋人があなたにシャツを求めているわ。いや、あんなジーヤに私のシャツをあげるなんて。アンジェ、もうこの人たちと関わるのやめない？でも乗りかかった船だし。私のシャツならこの部屋で一番浮いてるものの中に隠してあるのよ。でもこれ以上は教えられないわ。なんてったって隠してあるんだからね。浮いてるものね。この部屋で一番浮いてるものっつったらこれじゃね、このお菓子の家じゃね。あ、違うの？違うのか。じゃあこれティーカップかい？いや違うな。あ、これか、風船じゃね。ある？あ、小さなシャツを手に入れた、やったね。でこれは、あー、じゃあこれはもう渡せばいいのか、ジーヤに。ケンブリックのシャツを彼女にもらってきてください。パセリ、セージ、ローズマリーにマイム、マイムじゃねえわ、タイムだ。縫い目も残さず、針も使わずに。そうしたら彼女は私の恋人。はい、シャツよ。
なあ、縫い目も残っていない、針も使っていない、これは彼女の。もぐ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 、くんかくんかもぐもぐ。クッキーの妖精っておかしな人たちばかりだわ。1エーカーの土地を彼女に見つけてもらってください。パセリ、セージ、ローズマリー、タイム、海と岸辺の間にある土地を。そうしたら彼女は私の恋人。ヘイヘイヘイ、チェケラ。はい、今度は何？土地を見つけてきてほしいのじゃ。土地？土地？あのね、普通に考えて土地を見つけてきてって、私ここに閉じ込められているのよ。できないというのなら私はこう答える。パセリ、セージ、ローズマリーにタイム、ああせめてやってみると知らせてくれ。でなければあなたは決して恋人ではない。これで最後じゃ。パセリ、セージ、ローズマリー、タイム、この中に恋人がいる。あのね、だからもう。彼女は死んでしまったのじゃ。え？彼女は、A は幸せな人間だった。でも私と関わったせいで、運命が変わってしまったのだ。楽しい時期もあったけれど、それはもう過去の話。魔女狩りというものが始まってしまったから。な、何を言っているのかわからないわ。私のかつての恋人、もう一度訪ねてみておくれ。パセリ、セージ、ローズマリー、タイム、この中にあなたはいるのかと。あ、なんだそれ。はい、スカーバラの市へ行くのかい？パセリ、セージ、ローズマリーにタイム、そこに住むある人によろしく言ってくれ。彼女はかつての恋人だったから。ねえ、この歌知ってる？懐かしいわ、彼が私に教えてくれた歌。でももう過去には戻れないのよ、これはそういう歌だもの。一つ教えてほしいの。パセリ、セージ、ローズマリーにタイム、この中にあなたはいる？パセリ、セージ、ローズマリーにタイム、私はそのすべてだわ。そしてあなたも。彼が悪いわけではないのかもしれない。でも私たちは相入れない存在だった。魔女狩りもきっとそのせいで。あ、はい、あ、ほ、ほ、へ、今ちょっと D さん現れなかった？え？動かない。何が起きたの？あら、いつの間にかそばにお菓子が置いてある。バターケーキを手に入れた。スカボローフェアをクリアした。あ、うわ、食われてるわ。あ、ここにいたクッキーもいなくなった。え？あ、何だったの？とりあえずじゃあちょっと今日は時間もいい感じ、ちょっと長くなっちゃったかな。なんで今日はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はぁ、こーわ、ちょっとこれ私、夜にできないわではもうちょっとこの画面が怖いのでセーブをして、ではまた次回お会いしましょう。おつぴよでした。またねー。